大丈夫ですか、これ。五目旨煮そば。藤平酒造さん。見えた。うわおー、うまい。いいね。楽だわ。直で給水できるのも楽。うん。内房あたりがね、来るんですよ。いつも内房って全然波が立たない場所なんだけど、明日の朝、赤いね。この辺狙いに行こう。で普段はサップ釣りができるぐらい波がないんだけど、今台風が来ておるので波があるんじゃないかと。あのメインのポイントはサーフィンは、わあ、ああ入られちゃった。マジか。冷房入れましょう。31度もあるよここ。かましていた。久しぶりをいただきましょう。はーい。向こう、やっぱ向こうの方が割れてんな。向こう割れてる。ここは波ない。こんにちは。めっちゃフレンドリーだな。近寄ってきた。その奥にもいる。快適さん、おやすみなさい。グッモーニー。5時8分です。波チェックの前にさ、人がすごいかも。人がすごいかも。すごい、やっぱ波が混むんだ。ちょっと様子見だよこれ。同じことを考えてる人がやっぱり。ちなみに今日はお盆最終日でございます。あれ、明日がお盆最終日。え、今日15日か。あら、まだ全然お盆真っ只中なんで、もうちょっと寝よっか。雨。俺もトイレ行きたいんだけど、雨降ってるからちょっと行けねえ。おー、祝いにしては過去最高に波がある。駐車場こんな混んでるの見たことないよ。やっぱり向こう側の方が混んでるな。これやらない。うん、ちょっとこの込みの中では、こんな時はコーヒーに限りますよ。うん、今日じゃなくてもいいよ。うん、熊沢酒造で買ったコーヒー豆。熊沢酒造にあるモキチカフェで出してるコーヒー。前もさ、マルキ前日入りしてさ、俺サーフィンしなかったことあって、30秒蒸らし。そう、今日は千葉県探索旅だから。そうそうそう、
私らのまだまだ見れてないところとかいろいろあるし、サーフィンってあれ混雑度も重要でさ、大事だね。すげえ波良くても激混みだったら俺入らない、うん、それがたとえ遠征先であっても、そう結構やっちゃうよね私はね。やっちゃう。どう？すげえさっぱりしてんの、サラッとしてる。悪く言うとパンチが全くない。万人受けすると思う。コーヒー苦手な人でもこれ飲めると思う。おいしくない。普通にコーヒーだった、うん、キー担当大丈夫ですかこれ。キー担当でお住まいの皆さんちょっと思いっきり上陸してるよ。あー目覚めてきた。コーヒー役立ってる。目はウェイクアップしてきた。前の古民家の紹介の動画で俺固定コメントでさ、千葉のおすすめスポット教えてくださいって言ったの。あ、そうそう、ぜひぜひ教えてほしいです。そしたら4件ぐらい返信が来てて、うん、ありがとうございます。三大ラーメンとかどうでしょう。三大ラーメン、アリランラーメンの山奥の方がお気に入り。神山湖でサップもいいと思う。民並みの里という道の駅が無印良品が運営していて、すぐ近くにジュマンガメで有名な亀田酒造があります。ああ、鴨川のところだね、うん、ジュマンガメね、行ったことあります。行ったことあります。でも国岡という田んぼの中にあるカフェ、養老渓谷の温泉は黒湯で肌がツルツルになります。成田の方に温泉めっちゃあります。北の方もちょっと開拓したいね。ちょっと今回は真ん中から南側に偏ってるけど、並木アイス工房さん行ってみてほしいです。ありえんほどぎゅうぎゅうに詰まって美味しかった。4人目の方、三重本島ご存知ですか。知ってますよ。ちょうど行こうとしてるんですけど。行きますよ。三重門島ってさらに先の沖磯で釣りができるんですよ。で俺結構去年通ってて、今年も一発目ここ行こうと思ってます。島自体も観光船があって、俺が釣りしてる間海子が略しすぎすぎや山道に入っており、今どこに向かってるんだっけ。今はくるり方面。くるり蔵元があって、そこも気になってる。あ、蔵元ね。今回はあの千葉ってもうめっちゃでかいから、南半分あたりをちょっとぐるっと回る予定です。今視聴者さんがコメントでくれた場所が出てきて、そう道の駅みんなみの里、うん、岩井からくるり行くのにさ、地方沿いをずっと行くのかと思いきや、鴨川寄りに移動してきてる。みんなみの里どういう意味だろう。南ってことか。メダカ、うん、メダカ、うん、メダカいいな。こっちいろんな種類ある。無添加よ、うん、豆ころ屋さんのまいな。くるり城もある。まっすぐ行ったらくるり城下町だね、うん、こちらに止めさせて。そこに湧き水があるんだよね。そうこの文字がその右から左に読む感じになった。やばすぎるね。それはくるり町審判氷。ねえ、ゆうと声じゃない。ちゃんと冷たい。人が勝ちし。ゆうと冷たい。ああ、冷た。うまい。駐車場の正面にさ、すげえ気になるお店が。エグザイルとか来てるよ。ああ、ムロツヨシさん。すげえ、なんかめちゃいろんな人が来てるよ。ここ入ってみようぜ、うん、すごいですね。え、すごくない？すごくない？なになにこんにちは。はい、こんにちは。はい、どうぞ。こんにちは。おお、のれんが。あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ、いらっしゃいませ。失礼します。はい、どうぞ。
カレーライスとかもある。エビチャーハンと、はい、あと餃子、はい、五目うま煮そば、はい、以上です。エビチャーハン、はい、いただきます。まあ、足りなかったら追加しちゃえばいい。それ超美味しそう。うまい。これがエビでけえ五目うま煮そばです。あ、横取りされた。あ、うまい。お待たせしました、餃子です。イエーイ。うまいですこれ。すげえ。サラッとしてる。サラッとしてる。うまい。今日もお砂糖いただきます。全部食っていい？うん、ダメ。もっと頼む。これうまいな。あれもう一個頼む。すいません。五目うま煮そばください。五目うま煮そば。追加。なんかこのスープがうめいんだよ。中毒性あるやつ入ってる。感じしよう。最高だったわ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。いいね、ここめっちゃ名店だった。くるり酒ミュージアム。おー、なんかすごいおしゃれ、お涼しい。こんにちは。ほぼ機密の酒造っぽい。これフジヒラ酒造さん。リンゴの酒とかある。リンゴさん限定品。昭和初期だって。クランドって読む。クロード、クロードな金。これって何年前からやられてるんですか？300年前。創業は1716年。あー、すごい古いんですね。国酒あった、国酒。だから、江戸時代って言うんですよ。カスドリ焼酎って。どういうこと？これも気になるな。カスドリって何ですか？サバカスを購入して作った焼酎。はいはい、からできた。あ、うん、米焼酎ですか？ゲッチ。え、てかこれ、このピラミッドやばくない？このお店すごい。かき氷機が大量にある。かき氷屋さんなんだ。歴史がやばいな。昔の雰囲気が残ってる場所なんだね、くるりってのは。さっきのお昼食べたところもすごかったし、ね、雰囲気。いいですか、地下水。生きた名水だって。うわ、喉乾いた。ちょ、コップ持ってくればよかった。うん、うまい。ちょっと金属の味がするけど。なんか今、うん、豆腐屋さんを見つけたから行ってみると。美味しい水飲み放題じゃん。美味しい水飲み放題じゃね。至る所になんかこういう井戸がさ、うん、ここにもあるし、あそこにも。これもなんか湧いてる。キヒラ、キヒラ豆腐店。あ、なんか豆の匂いがするね。マジっすか。ごめんください。これは売ってるところではないのかな。てんじゃん、豆腐って言うんだよ。うん、そうだよね。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ごめんください。ごめんね。ちょっとね。どこに設置あるんですか？お、よく言ってるけど。はい。あるじゃないかだよ。あはははは。一丁しかないよ。あ、本当ですか。一丁しかない。一丁ください。はい。ごめんね。今やっと揚げ物終わってさ。あ、揚げ物。体も太ってる。暑いよ、まあ今年は何でしょうね、これ。185円。はい。氷入れる？なんか持ってんの？いるかな。あ、大丈夫です。大丈夫？はい。はい。お城とか行かない？お城は行ってないんですけど。酒造に行きました。あ、本当。はい。藤平酒造さんに。お酒買って。お城は暑いよね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか来てよかった、うん、ほっこりしたわ、うん、これが大井戸だって。
塞がれちゃってるね。へえ、あ、確かにでかいわ。うん、なんか吊るすやつがある。寛永年間1644年頃に掘られたんだって。江戸時代のものがいっぱい残ってるんだ、町の中にね。カフェ。行けてるカフェ。いいじゃん。このアライリアってスリランカの中央部のところの。へえ。ちょっと会議があったから個室に移動させてもらったんだけども。快適すぎてやばいんだけど。リモートなんですよね。そこの個室だったらいいですよみたいな感じで言ってくれて。そう。神みたいです。で、あのここはすごい紅茶の、あの種類が豊富で、今メニューないんだけど。あ、てかね、食べちゃったんだけど、ケーキめっちゃうまかった。今からお風呂に向かいます。大江戸温泉物語。急に何、急にめっちゃ綺麗な景色になった。何急に。なんか宿泊もできるっぽいよこれ。あ、そう620円。あ、平日じゃねえか今日は。720円。特別日だった。620円。ズータ浸水公園かな。穴場スポットっぽいよね。そうなん。あ、ズータ。そう。ズータじゃなくてズータ。あ、ここから入っていく。面白い。インタレスティング。だろう。ズータ。なんというこの穴場感。この前来た時もめっちゃね、誰もおらんやったんや。そうやん。何これ、すごいいいとこなんでね。めっちゃいいここ。天才すぎるわ。多分道の駅は混んでんだよね今。お盆真っ只中だから。その中でこの貸し切り具合は完璧ですよ。開け放とうぜ。もうクーラーすらいらないよこれ。今日の夜さ、クーラーなくても寝れる気がするわ。なんかちょっと涼しいね、風がね。ただ夜これ気温もっと下がるからね。うん。暫定太陽のまま。暫定太陽が高級太陽になっちゃう。あるあるパターンです。結構暑いわ。今結構暑い。動いたら暑くなってきた。いろいろ準備不足が露呈している。ああ、でも、ああ、いいんじゃないこれ。ここが排気、こっちは四連の吸気、リアハッチは開け放つ、スライドドアも開け放ってる。で、今から酒を飲む。 33.6 度。この風通しがあれば俺はいける気がするんだよ。福祝いっていうんだねこれ。絞りたて生酒限定品、藤平酒造合資会社。乾杯。乾杯。パー。うまい。パー。辛口寄り？これ辛口寄りかもしんない。いただきます。これ辛口寄りだよね。キレあるね。え、美味しい。辛口なのに飲みやすい。ヨミコこれ好き。でもなんか甘口な感じもするんだよねちょっと。なんか香りは結構華やか。あの飯に合うと思う。癖がないから。これお刺身にめっちゃ合うと思う。明後日の朝、うまい魚釣ろう。それまで登っていくかな。今日最後の一個だった木平木平木平豆腐店さんの豆腐。こんな感じ。これおばちゃんの豆腐じゃん。そう。食った？味見した。うまい。じゃあ俺も味見しよう。これ多分あの水は完全にあの湧き水だよね。だよ使ってんの。うわぁ、なんかポロポロしてんね。口の中でほろほろファッって消えていく。だと思う。めっちゃうまいなこの豆腐。いけるな。焼いている間に玉ねぎソースを作っていく。玉ねぎですね。あれ、それ蜂蜜だね。ちょっと蜂蜜、醤油、
醤油、オリーブオイル、シナモン。あ、シナモン。蚊が顔にぶち当たってきたんだけど、やっぱこの暴風効果で、これにもしかして煽られて私の顔にぶつかってきちゃった。うん、多分ここでホバリングできないから捕まれないんだよ。わー、うー、これで完成ではないんです。玉ねぎだれをかけるんです。まずはこれを見ながらそれをつまみにして飲むんです。眺める。そう、豆腐がないんだけど、豆腐出す。ここにある。ダメ、私も豆腐食べたい。いただきます。このチキンのおどや、え、これはさ、クリの吉田。あ、クリの吉田やね。うまい、シナモンの味がする。シナモン入れたの。うん、最高。これはうまい。これ飲みたいもん、これ。あ、飲んだ。クーラー入れます。もしもーし、もしもーし、おはようございます。なんか無理やりどかされた。私が寝たいのに、いつまで寝てんねんみたいな、半ば強引に強制退去させられた。10時半になったね。おやすみ。ハロー。おはよう。あれ、湿度は高い。昨日ね、めっちゃ雨降ってた、夜中。あ、降ってた。うん、なんかブワーって降ってた。で、俺2時ぐらいまで寝れなかった。寝れなすぎるや。ひたすらサッカーの YouTube 見て、なんでその後ブルーロック読んでた。え、そういうの最新刊出てたから。スマホ見るから寝れないんだと思うよ。綺麗。風を通すか。のパターン。天下ブルーベリー。あー、あ、やべえ、赤ねえやつかもこれ。あ、やべえ。贅沢に使っちゃってる。蝶々が何そこにね、行きつけ
系の漁師工房ランドっていうジビエのお店がね、もともとあっちの方にあったのがそこにドライブインを開設したって言って、でなんか俺そこの人から連絡もらってて、その時都合つけなくて行けなかったの。すみません。オープンした時どうする、でもあと12分で開くよ。ちょっと姿だけ見てみる、すぐそこだから。あ、そうだね、ここが道の駅で、もうそこなんだよね。これこれこれ、漁師工房。あ、やってない、入れない。あー、入れない。あ、でもライトついてたからあれかもね。これから開くのかな。波ある。あ、波ある、波ある。サーファーいます。全然できそうだ。うん、できそう。なんかね、と。本宿どうですか？お？おー。めちゃめちゃや。本宿。すごい。スーパー満車。さすが本宿だ。本宿のちょっと北にある穴場っぽい海岸に行ってみようと思うんだけど、戸浦海岸か。トンネル抜けていく場所があって、トンノドリゴ上陸地。いっぱいだね。あら、ここで、あ、ここここ、あ、車ちょっと出たよね、これ。こういうやつがないと、ヤブを入るからさ、日焼け防止も兼ねて。ナッシュガーだけ。ああ。音がするね。うん、なんだこれ。お？見えた？海あった。おー！わーお！穴あるね。大量の海藻が打ち上げられてるね。昆布が天日干しになってるじゃん。これ食べちゃダメ？これ。何それ、フルーツ。なんだこれ。すごい、ここ岩だ。岩の上だ。砂浜じゃなくて岩だ。こんなロープもある。俺の予想だと、あのでっかい岩の裏が風をかわして波を穏やかなんじゃないかな。人工物あるよ、崖の上に。やば。腹減ったね。あ、お腹すいた。ねえ、お昼なんですけど、はい、パスタ風焼きそばと味噌焼きそばどっちがいい？味噌焼きそば。オッケー、じゃあ味噌にします。味濃いやつ食いたい。味噌焼きそばはね、昨日こういう美味しそうな味噌を山直でゲットしたので、これを作ろうと思ってる。この包丁が出刃だからすごい切りにくい。包丁買おう。クーラーの風も気持ちいいけどさ、やっぱ外の風が涼しいと最高だよね。オン。材料名が大豆、国産、米、国産、食塩。素晴らしい。調味料。
量だよね。出そうな気がしてくる、醤油飲むみたいなもんだよ。そういうことだよ。完成。完成です。できました。うまっ。ベリベリグッド。うん、うまっ。 31.7 度あるのにさ、風通し良すぎてちょうどいいんだけど。え、めっちゃ涼しいよ。これ3点守れば勝利じゃん。タイブレークだからノーアウト 1,2 塁からスタートする。おお、素晴らしい。ストライク。あー、止まった。連覇だ。勝ったー。すげえ、15年ぶりか。すごい、広陵に勝った。すごい。本宿のスーパーといえば太田屋さん。太田、歌いっとく、今日はなんと勝浦つるんつるん温泉に行きます。つるんつるん温泉。まだ明日明後日も休みの人いるでしょう。一応今日がお盆の最終日でしょう。おお、この後の時間多分相当混むよね。つるんつるん。バイバーイ。あ、すっきりした。冷房気持ちいい。あ、明日南風とうねりがあるから北側になるって言われた。島の北側に落ち着いてほしいな。私スノーケルしたいんだけど。そうよりは。今日は鴨川オーシャンパークという道の駅にね。一人の時結構使ってる。あ、本当？私行ったこともない。トレーラーが置かれてる。あー、疲れた。ここ端っかね。思ったほど車入ってなかった。もっといっぱいかなと思う。シャグー。くるりのお酒でくるりしよう。意味がわからん。乾杯。乾杯。乾杯。1日目と2日目は違うからね。味か、あの感じ方が。外房平政チャレンジです。in 仁右衛門島。俺はあの釣りの渡船で仁右衛門島の沖磯に行く。海子は観光の渡船で仁右衛門島に。この前案件やってからヘビーユーズしている天気 JP の雨雲レーダーで。あれ、雨降んないぞ意外と俺。え、マジ？あ、降る。明日の、あ、明日の夜中3時ぐらいに降って、それで終わりかも。今台風はもう日本海側に抜けております。全然。一向に構わん。これ足りる？足りる足りる。大丈夫大丈夫。だからもうこれでももう多すぎるぐらい。かなりたっぷりめに。ほんともっといつも少ない。マシマシってこと？ニンニク味噌マシマシってこと？マシマシですよ。これ味噌をつけるとすごく焦げやすいから、弱火でじっくり焼きましょう。できた。いい香り。これあのくるりの豆腐。うん、まっ。いただきます。あ、いい。あ、いいね。このいいね。ニンニク味噌焼きはね、うん、シャチュムシの中で一番好きだから。好き。てかよく作ってる本当に。ナンバーワン。うわ、絶対にうまいって分かってるからね。うまっ。ナスとさ、ピーマンもさ、絶対にうまいと思うんだよ。最近俺卵割るの下手なんだよ。なんか体がぐしゃってなってた。力強すぎちゃうんだ。もしかして筋トレ効果？あ、
そうかも。どんな大物が来ても仕留められる。味噌&卵。トイレはまあまあでした。おやすみなさい。明日は4時起き。おはようございます。はい、じゃ、行くぞ。はい、新幹線いた？あ、いや、いました、いました。はい、今、行くって言ってました。車ですか？あ、そうです。連れてます？なんか、情報だと連れてるみたいですけど。石台の芸道ってどんなの連れます？あ、カワハギ。胡椒台とかって釣れたりします？うん、釣れる。あれ、魚屋で前買って食べて、めっちゃ美味しくて。あ、サザエ食うんだよ。サザエで釣れるんですね。うん、よいしょ。マットが変わってる。はい、あ、お願いします。よし。どの辺でやりますか？あ、どこでもいいです。ここでやります。あ、渡れないんだ。へー。じゃあもう こからあっちに投げますね。なんとワラサが釣れました。釣れねえって思って撮影止めてたんだけど、釣れてしまいました。本命のヒラマサではないけど、来ました。お先です。はい、じゃあ。出発してから二度寝しました。おはようございます。おはようございます。これワラサっていうブリの中ぐらいのやつ。うわあ、見てない。あの、なんかさ、電波なくて、なんか今1個メッセージピコーンって来たんだけど、なんか見てなかった。え、何？え、すごっ。当分の食料なんだが。ありがとうございます。助かります。助かります。ここで釣ったワラサちゃんとクルリで買った酒でパーティーしようぜ。やった。ヒットシーン撮れてなかったのが唯一のところ。それ残念すぎ。いや、だってさ、今日さ、いつもと全然違うところに行っちゃってさ、いつものところを遠目に見てたらすげえ鳥山立っててさ、おー、これ終わったなって思って。暑いし、首カメラ熱くって外しちゃってたよ。うん、朝から暑かった。今日たまたま間違えて入り込んだところが太見駅で、そして夏季駐車場ってのを見つけたんだが、そこに停めてさ、海入ろうぜ。うん、なんか可愛いよ。
愛い。魚の目が死んでるの。やばいやばい。すごいすごい。さっきの駅からもう3分ぐらい歩いたら海だ。波ありますね。大惨事なんだけど。65センチ70センチあると思ったけど意外となかった。5センチぐらいのイワシが入ってた。私には俺が直前に切るわ。はい、じゃあ焼きをもうやっちゃおうと思う。ちょっとそれ油乗ってそうだったからね、うん、もう1日か2日ぐらい寝かせると本当はベスト。なるほど。短くて三往復しないと切れない。あーいいもの。お刺身をバックにブリ定食。どうやこれ。どうや。やばいやばいやばい。ほらこんなんだよ。いただきます。いただきます。乾杯。おぉうめぇ。これ今までのブリ系史上一番うまいかも。え、うまい。ちょっと油っぽくない？うん、甘みが。漬けにしたいな。これ酸味の、酸味の酸味だから8分の1味。さすがっす。これやばい。うまい。ブリ丼行きましょうか。こちら側にこれ丼に行くか。ブリ丼。おお、こいつもうまいね。
ティーもつまみにしよう。うお、めっちゃ脂乗ってるわこれ。あ、ほんと。うん、あ、これ昨日よりさらにうまくなってるわ。ハラミとかも入れたらめっちゃいっぱいある。1個でギリギリ、半分でギリギリなんだ。うん、特大製氷機買ったから。2個でもう十分だな。これいきましょうよ、くるりの酒造の焼酎。いただきます。おー、うまい。なんか米焼酎とは違う。ちょっと酒粕感ある。あ、焦げちった。丸焦げになっちゃった。これもいけんじゃねえ。これ焦げる前に取っちゃう。いけるわ。オッケー。あ、焼けてる。あ、次は皮まで行くんですね。これはやばいっす。最高やわこれ。あの人が。おー、うまい。これも多分やばいと思う。いただきます、うん、最高だね。最高の魚だな、こいつは。なんかカマももういかんし。前の家にあったグリルがないんだけど、グリル以上のこいつ卓上七輪。グリル超えてきた。イエーイ。おー、豪快。こいつはすごい。ブリカマ。肉もめっちゃ多い。このハラミやばくね。うん、何何何、油落ちまくり。すごいよ。あ、来た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 。どこだ。いやもう、はい、ここにあれがあるんです。うー、これ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 。クリックなんか来た。これこれこれ、脳みそ。そんなとこにあんの。これ目玉の裏側ね。プルプル。目玉の裏側も脳みそに匹敵するうまさ。